はい、皆さんこんにちは。じゃあ、はい、それでは今日はなんと、ビートルズ、スタディの番外編になります。いきなり、モーニングローリーっていうね、なんで番外編かというと、実はこれビートルズじゃないのね。ビートルズのファンだったオアシスというバンドです。いいですか。オアシスというバンドが、なんだけど、すごくビートルズに似てるのね、感じがね。で、今日はそのモーニングローリーというやつですね。まずモーニングローリーというのは、ケンジどういうの知ってる？これ違う、朝顔なんだよね。朝顔ね、はい。で、そのモーニングローリーって一体朝顔のね、可愛い歌なのかね、どんなことを朝顔でね、朝顔は綺麗だなみたいな歌なのか、どうなのかね、ちゃんと確認してくださいね。さて、今日のギターの紹介です。今日は、ギブソン J45 1961年生です。というか塾長と同じ、年1961年生ですね。もう、できて51年もなってますね。このやっぱね、シワシワのおじいちゃんだ ね。塾長、シワシワのおじいちゃんだよね。はい、ね、訳してみましょう。さて、モーニングローリーですか。モーニングローリー、通常朝顔と言いますね。なんか今日中学生に聞いたら、なんだっけ、通常の雲、何すっけあいつ、通常の長い雲みたいな感じでね。あ、これ中学生、いる人は中学生も参加しな。はい、はい、朝顔ね、モーニングローリーですね。 All your dreams are made って書いてあるね。 All your dreams are made、全部のあなたの夢は作られると、ね、全てのあなたの夢は作られる。これはまあ普通に訳してくださいね。あなたの夢は全ては作られる。これ作られ、まあ普通にね、受け身ですね。作られるという、中3になれば受け身はもう習うので、アーメイドでね、分かると思いますね。今日は中学生も参加してますからね。はい、 When you are changed、 When、 これ何々の時ですね。When you're changed to the mirror and the razor blade って書いてね。鏡と、鏡と、これカミソリの刃。あ、チェーンというのはチェーンでつながれる。つなぐにしとくよ。つなぐ。だからこれはチェインドで受け身だったら You're changed、 チェインドでつながれたという意味ですね。はい、そして鏡と、カミソリの刃につながれた時、全部の夢は作られます。こういう感じ。これね、何を言いたいでしょうね。 The mirror and the razor blade。 はい、Today is the day. Today is the day. 今日こそその日だ。今日はその日って言うね。Today is the day. で、ザットが来て、後ろに来てますね。All the world will see. これちょっと訳しづらい英語。みんなね、普通に綺麗な英語を習ってるんだけども、これちょっとロックなんだよね。ロックということは、結構ね、ロックのイメージってどんなイメージ？マーク。ロックのイメージ。アメリカ人が普通の話ですよ。だからイメージ、ロックやってる人のイメージとか、ロックの格好とかさ、どんなイメージする？派手。あ、派手、なるほどな。ちょっと不良っぽいっていうイメージあります。そうでもない今。今不良っぽいの何？あんまし不良っぽいって。あ、そうか、不良っぽい。塾長がね、俺の時はロックとか禁止されてたんだよ。バカじゃん。禁止されたところを実はやったんだけど、ビートルズでさえ禁止されたんだよ。あんな素晴らしい曲をよ。だから音楽祭でわざわざやったんだけど、みんなシーンとなってたけどね。やったのよ、ビートルズ。でもそのロックなぜダメかっていうと、髪の毛が汚い、長髪だね。
で中学の時、塾長は長髪だったんだよそんなにやっとして長髪こんなじゃないよ、ロン毛ではないよ、うん、なんかね変な子、変な頭だったんだよ。で学級委員長ね、学級委員長でロン毛だったんだよ。だから全員がロン毛になってほしかったんだけど、まあいいやだろうね、はい、あとはタバコ吸ったり、こうなんつうかな、こうちょっとこうで、そいつらがそういう感じのこの歌詞なんだよね。で、まあだからここで見るとね、なんつうかな、愛とか言うとかのあんまないよね。 All the dreams are made でしょ。で Today's the day、 ほら It's なんとか書いてるでしょ。 Today's the day the All the world we see、 これ全部の世界、全世界が見えるっていうんだよね。でこれ I will see, the, see all the world っていうとね、かっこいいんだよ。愛をつけちゃうとね、普通の文章になっちゃうね。で All the world we will see で、全世界が見えるだろうというふうにね書いちゃいます。 We'll see、 see は見ると見えるがあるんだけどね、まあ、この場合は、主語が All the world になってるね、全世界が見えるだろう、はい、ここまで何言ってるか分かんない。もう一回確認しましょう。これ一番のワンフレーズなんだけどね、全部のあなたの夢は作られるんだけれども、上にあなたが鏡とカミソリの刃につながった、つなげられた時に君の全部の夢は作られる。だからこれどういうこと言いたいでしょう、ティロル、どう思う、ティロルのこのイマジネーションで、この豊かな発想力で、どうだ、これは一体何だ、こう思って、全世界は自分のものだ、うぅ、かっこいい、朝顔朝顔、朝顔なの、朝顔ってどんなんだっけ、こんなんだっけ、朝顔って、朝顔ってどんな葉っぱだっけ、まあいいや、ね、はい、全世界が自分のものだと感じね。はい、次、次いくよ。Another sunny, sunny afternoon、はい、もう一つの晴れた午後って言ってるんだよね。まあこれはもう一つのというよりも、あるというふうに訳すのが普通のやり方だよね。ある晴れた、さらにね、晴れた午後ね、午後、ある晴れた午後に Walking to the sound of my favorite tune って書いてあるね。 Walking to the sound of my favorite tune、まあ、中学生がいるので一応書いておくよね。 My favorite tune、 これね、私の好きなチューンは曲ね、 iTune なんてあるよね今ね、好きな曲のサウンドね、音で歩いていると、とかね。Walking to the sound of my favorite tune。私の好きな音で歩いていくと、はい。でここなんだけども、高校生にはぜひ覚えてほしいフレーズがあります。Tomorrow never knows。Tomorrow never knows。じゃこれ何が言いたいでしょう。文のタイトル、あ、文じゃない、曲のタイトルなんかにもよく昔ミスチューなんか歌ってましたね。 Tomorrow Never Knows、 どうでしょうか、ケンジ、なんて訳すればいいと思う、これ知ったわ、うん、一度も知ってない、ね、普通訳すと明日は決して知らないなるよね、誰が知らないか。でこれ結局これ I never knowTomorrow なんだよね、本当はね、わかるでしょ、それわざわざかっこいいよね。 Tomorrow 前で出して Tomorrow 主語にして、明日は決して知られないってことなわけ。結局まあちょっと考えると、明日なんてわからないと、こういう意味ですね。明日は誰もわからない、明日のことなんてわからないって意味です。この明日のことなんて分からない、 Tomorrow never knows、 これはもうフレーズとして覚えましょう。ビートルズの曲にも Tomorrow never knows というのがありますね、ジョンの曲でね。
はい、そして What is doesn't? What is doesn't know too soon? はい、これもちょっと分かりづらいんだけども、It doesn't know too soon. Now, what は本当はね、これね、The thing だから、それはあまりにも早く知られないことなんて分からないよという、すごく分かりづらい文章になっちゃうので、ここでは、まあ、そうじゃなくて、明日のことは分からないよ。それはあまりにも早く知られないよというぐらいで訳してください。どうだな、この too soon、これはあまりにも早くだから、早すぎる、早すぎる。too soon ね。この too soon というのもよく使いますね。あまりにもすぐに、早すぎる。そんなのは早すぎては知られない。こんな感じですね。はい、今日の英文は非常に簡単です。これでおしまい、ほとんど。で、ここなんだけども、特に高校生に知ってほしいのは主語の省略。詩にしたり、英文というのはまともに来る方、どっちかというと話し言葉。ね、Need a little time to wake up. Okay? これ何が省略されてますか ？Need a little time to wake up。We でも I でも You でもここに主語が入れられるよね。まあ私たちはでもいいし、私はでもあなたはでも別にどれでも入れるね。ここに主語が完全に省略されています。Need a little time to wake up。で意味はどんな意味ですか？私たちは、はい、起きるためのはい。もう変えちゃった。A little time。 A little はみんなもうこれ少しって意味だよね。少しだからもう少し時間が必要だと、起きるために To wake up。 Wake up は起きる。起き上がるのに、起きるには不定詞、起きるにはもうちょっと時間が必要だった。 Need a little time to wake up。 これも使えるね。これの繰り返しなんだよね。ここのサビです。これ繰り返しばっかりだからね。Need a little time to wake up. Need a little time to wake up. Wake up. Need a little time to wake up. 3回言って、Need a little time to rest your mind. 出ました。Rest. これ知ってるかな？よく出てくるんだけども、フットレストとかアームレストとかあるんだけども、わかる？知る？ルナわかる？レスト。そう、休むって言うんですね。休む。レストルームもそうね。休憩。トイレのことも言うけどね。休むね。あれ無に見える。休ませるでもいいし。まあ、この場合は、自分の、あなたのマインド、心を休ませるだね。まあ、休ませるにしておきます。あなたの心を休ませる時間がちょっと必要だよ。あなたの心を休ませる時間がちょっと必要です。はい。で、次に、You know you should, so I guess you might as well。はい。とても難しく感じる。省略の嵐。You know you should。ここにね、何か入りますね。You know you should。さて、ここまでどうやって訳すればいい ?You know you should。何々。カズヤどう思う？ You know you should。 あなたは、うん、あなたが何々すべきだと知るし、うん、まあ、You know っていうのはよくほらだよね、相槌で使う You know、 それに考えていい、ね、あなたは知っているというよりもですねとかね、だよねとか、そんな感じ。だから You should、 君はそうすべきだ、すべきだと、このシュートの次何か隠れてんだよね。何か隠れてんの。何々すべきだというのを分かるよね。込みです。これ何々すべき。シュート。中学生ならね。You know you should。そう、だから、I guess。I guess で分かるかな。これはもうよく使うね。I guess。絡み、I guess。うん、と思うよ、推測するよ。
まあ簡単にねと思うんだがなって、 I guess you might as well 入ってました。これあの might as well っていうのはあの、まあ熟語で覚えておいた方がいいですね。 might as well、 これは同じ、君も同じだろう、こんな意味ですね。他にも何々した方がマシだっていうのがあります。何々した方がマシだ、同じだろう、何々した方がマシだ、 might as well、 覚えましょう。そしてこれがこうなって、こっちにこう聞くからね。 What's the story? はい、これも覚えてください。今日はそのまま覚えるのが多いですね。 What's the story? 直訳すると、直訳するとゆうかこれなんですか。 What's the story? 話は何？ Story は何？ Story ってのはお話のことですね。話って何？そういうことだよね。で、話は何って What's the story? Story っていうのは話は何ですか？話は何っていうのは、まあもうちょっと言うと、どうよ、どうよ、こんな感じ。 What's the story? どう思うよ、君はどう思う、君のストーリーは何、どうよ、話は何。 What's the story? Morning Glory、 朝顔、話は何、はい。で次、 Where と何回も来ます。 Where というのは、まあこれまあまあ、いい、あのまあ well というのはいろんなふうに使うんだけども、ここではいい感じだねみたいな感じ、いいね、いいねにしておきましょう。はい、どうでしょうか。はい、もう一度確認してみましょう。はい、モーニングローリーですね。はい、All your dreams are made。あ、一回、リピートしてください。All your dreams are made。はい。あなたの夢は作られます。全部の夢は作られます。When you are changed。When you're chained。はい。When you're chained。To the mirror and the razor blade。Razor blade。これは紙質の刃ね。で、Today is the day。That all the world will see。Another sunny afternoon. Walking to the sound of my favorite tune. Tomorrow never knows. Tomorrow never knows. これよく使ってね。明日のことなんか分かんないよ。ね、どうしようどうしよう。明日のことなんか分かんないよ。ゆっくりやれよ。誰も分かんないよ。そんな感じね。What is doesn't know?Too soon. Need a little time. To wake up. Need a little time. To wake up. Wake up. Need a little time to wake up. この little っていうのね、発音すると little っていうね、little. A little. A little. はい。A little. A little.こんな感じ。リル、リル。もう一回聞こえますね。あの、聞き取りなんかでもよく出てくるよね。はい。じゃあ、need a little time to rest your mind. はい。need a little time to rest your mind. You know you should. So I guess. You might as well. What's the story? Morning glory.Well って感じで、なんとこの曲ね、1番も2番もねえの、2回繰り返すの。で大ヒットしたの、すげえヒットしたので、ビートルズの再来だって言われたのね。ビートルズの再来だって言われて、ビートルズ以来のイギリスのバンドなんだけどね、大騒ぎされたバンドなんですよ。はい、じゃあどんな曲かっていうのはちょっとね、順番ちょっと今日は違う、番外編だからね。でちょっとね、落ちてるね。実はこれは一体何の歌だろう。お母さんなんか思う、これ何だと思う。全世界をヒットしたこの曲、朝顔の歌じゃねえんだよ実は。
どうよ、はるかと豆柴ちゃん分かりますか。おはると豆柴ちゃんどうですか、1年生分かんない。想像つく、古湯なんでしょう、これ。これね、麻薬の種なんです。朝顔って何かというと、朝顔の種から抽出する LSD という麻薬があるんですね。それの話です。トリップする話ですね、はい。知らん、すぐ調べね、さすがね、はい。LSD っていうのは、まあ覚醒剤みたいなもんだけど、まあ禁止されてるもんだよ、ね、だからちょっと悪い歌なんだこれね。ただ LSD、 ビートルズもそうなんだけども、 LSD の歌たくさんあります。で、日本でも LSD があってたくさん捕まった人がいっぱいいるの。ミュージシャンとかやってるのはね、こうなんか特殊な世界に入ってって曲を作るっていう意味でね、その、麻薬の歌ってのすごく多いんだよ。で、昔はね、1960年代、70年代、この LSD とかいうのが流行って、みんなここにトリップして、そういうものをね、芸術家とかね、ミュージシャンに来るのが多かったわけだよね。で、まあ、それやっていくと、もう、これね、ウェイクアップというのは覚醒するというね。ね、覚醒するためにはもうちょっと時間が必要だ。みたいな感じ。和也君もう急に調べ始めたけど、なんか出てた？出てた？何出てる、ね、モーニンググローリーで、まさかあれは出てないよね、覚醒剤は出てないよね、出てないよね、はい。まあそんな歌なんだよ、ね。で、まあ、直訳すると、まあこんな感じなんだけれども、全体ですると、まあ、非常に危ない歌だというね、番外編としましたですか。で、これが、オアシスというバンドのね、やつなんですね、はい。なんかここで全体的に こんな感じで知りたいとかありませんか。マークないですか。ない、うん、知りたい部分とか、なんかこの辺わかるよね。ミューラーで、レイザーブレイドがね、危ないね。はい、というわけで、今日は番外編でしたけどね、モーニングローリーしました。以上です。さよなら。